目410ホルニッセ、A、空軍に露格された目 410A-31259 号機目410ホルニッセは第二次世界大戦中にドイツ空軍が使用した戦闘機。愛称のホルニッセはスズメバチのい重戦闘機として設計された機体だが高速爆撃機としても運用された。本機は 基本的に目210を直接回収したものであったが、悪評や設計の端緒がある目210との関連を嫌い、目410と命名された。目210の開発は1939年から行われていたものの、この航空機は極めて不安定なことがわかり、完全な規模での量産が考慮されたことは全くなかった。レイアウトの回収は、 目 210C 及び目 210D に対して行われ、これにはいくらか優れた点が認められた。そこで目 210D を使用して研究が進められ、従来の形式の代わりとして、この機体には新規の形式である目410の使用が決定された。目210と目410との間の大きな変化は、機体がより大型化されたこと。 より強力なダイムラーベンツ DB603A エンジンへの感想が挙げられる。目 210C が使用したダイムラーベンツ DB605 が 1475PS であることに比較し、DB603A エンジンは 1750PS の発揮が確認された。エンジンの性能は、目410の最高速度を時速 625km へと増強し、また上昇率、 実用上昇限度の顕著な改善が見られた。特に注目すべきは巡航速度であり、これは時速5 7 9トルに上昇した。搭載容量も機種下の爆弾層に装着可能な量よりも多くの並走重量を傾向できる点で改善された。この処理には5 0ラム爆弾4個を堅調するためのシャックルがよくかに加えられている。 設計変更により、さらに 680kg の搭載量が目210の元設計に対して加えられたが、余剰のエンジン出力は、こうした相違点を十二分に補った。目210と目410を側面でつないだ、翼上面型の比較。新しい形式の機体には、胴体部分の延長、新型で自動式の前円スラットの変更点が含まれるが、 これらは二つとも目210で試験されており、劇的に操作性を改善させることが判明していた。スラットはもともと最初期の目210に装備されていたものであるが、量産型では貧弱な操作性を理由として撤去されていた。スラットには急激な旋回に入ると開く傾向があった。急旋回は、 翼前縁部分での空気圧の低下を引き起こしたが、もともとスラットは低速での着陸侵入のために設計されており、これと類似して低圧での作動が促進されたことによる。これは航空機が滑らかな飛行を維持する上で問題を起こした。しかしながら、横不安定性に関する主要な問題が処置されたとき、これはすでに本当の原因ではなくなっていた。 初期の目210の翼は、以前の BF110 と比較して後方に、空力中心を置いた翼平面図で設計されていた。また、翼平面図において、各エンジンナセルを超えた外翼部分に、内翼部の6.0度という前円光対角よりも、わずかに大きい12.6度の前円光対角を、与えた。こうしたことは、元設計の目210が飛行する際にひどい。 操作特性を示す結果に終わった。新しい目410の外翼は目210と比較してもっと前に空力中心を持ってくる要翼平面図が修正された。これは外翼と内翼の前円交代角を同一とし、両方とも同じく5.5度の交代角を持たせて飛行中の操作性を改善した。配備は 原案で必要とされたよりも2年遅れており、1943年1月から開始され、1944年9月まで続いた。これにより、すべての形式を合計して1160機が、メッサー・シミット・アウクスブルク及びドルニエミュン編ンで製造された。登場時、ドイツ航空兵が退治する高性能の連合国戦闘機の集団を防ぐにあたり、 増強された性能が十分ではなかったとしても、この機体は搭乗員から好評をもって迎えられた。Me410 夜間爆撃機は、イギリス空軍夜間戦闘機にとり捕捉し難い、目標となっていることが確かめられた。イギリス上空で、作戦行動に従事した、最初の部隊は V-KG2 であり、夜間の Me410 の最初の創出は1943年7月13日。 14日であった。この撃墜は、英国空軍85飛行隊に所属するモスキートが、果たしている。PK5 機関砲を装備したメ A、ME410A-1U4 が、アメリカ陸軍航空軍の B-17 に、攻撃を終了し離脱する場面。m 四4 1 0はまた、アメリカ陸軍航空軍の昼間爆撃機群に対し、爆撃機駆逐機として使用された。 ウムリストバオゼッセ工場で作られた回収キットによって利用できる限りアップグレードした機体はすべて設計から取られた U の設備時がついた。M410A-1U2 は2門の 20mmMG15120、mm、20機関砲を機種株のウェポンベイに追加装着した。また A-1U4 では代わりとしてボルトカノーネシリーズ。 50mmBK5、機関砲を装着した。多数の目410はまた、爆撃機変態を崩すため、よくかに4機の発射艦を備えた。これは改造された 21cmWGR21 21ロケットランチャーである。2個の航空団、第26駆逐航空団及び、第76駆逐航空団は1943年後期に、 両隊とも、目410を受領した。これらの部隊は護衛のない爆撃機群に対して適切な成功を収め、アメリカ陸軍航空軍の昼間爆撃機編隊のうち、相当数の撃墜に成功した。ドイツ空軍には、不幸なことに、目410は p 51マスタングやスピットファイアのような軽量の単発戦闘機との格闘戦においてできたり得なかった。 1944年の春、ME410 の編隊は、爆撃機群を護衛する連合軍の戦闘機集団と遭遇した。戦闘機群は通常、コンバットボックス編隊のかなり前方を飛行し、どのようなドイツ空軍の抵抗をも制して、航空優勢を作り出した。結果、ME410 の以前の成功は、今や護衛された爆撃機群に対してはしばしば、 ドイツ軍側の損害で総裁された。この一例としては、1944年3月6日、第8空軍の重爆撃機約750機による、ベルリンへの攻撃中、目410は16機が撃墜され、戦火は B-17 爆撃機8機と P-514 機であった。これは、目410の護衛につけられた BF-109 及び、 FW192 撃墜されたものである。翌月、4月11日、ゾーラウ、ロストックとオシャースレーベンを攻撃中の、第8空軍爆撃機を吸収した2、ZG26 の目410は、稀な成功を報告し、味方機の損失なしで10機の B-17 を撃墜した。しかし、部隊の運はつき同じ吸収中、 彼らの二度目の任務は P-51 によって迎撃を受けた。この戦闘機群は8機の ME410 と3機の BF110 を破壊した。搭乗員16名が戦死、3名が負傷した。1944年夏からヒトラーが好んだ爆撃機駆逐機であっても ME410 の部隊は帝国防衛任務から外され、またその生産も 単発戦闘機が要望されたために、段階的に削減された。目410の飛行任務は偵察のためだけに残された。少数の目410は、ノルマンディ上陸作戦の間、ユンカース10188とともに高高度夜間、偵察任務のため使用された。標準的な A シリーズの機体は2丁の 7.92mmMG17、機関銃。 および2門の 20mmMG151 機関砲を機種に装備した。これらは ME410A-1K 爆撃機として配備された。ME410A-20 戦闘機の元々の計画は撤回されたが、これは2連 30mmMK103 機関砲パックが時局に間に合わなかったためである。ME410A は空対地兵器を傾向するため、 または追加の空対空兵装や他の兵器を内蔵するために爆弾装を設けていた。当初、3形式のウムルストバオゼッチェが利用できた。U1 は撮影偵察任務のためにカメラの付属したパレットを内蔵した。U2 は2門の 20mmMG151、20機関砲と250発の弾薬を携行するもので、これは重戦闘機が使用した。 U4 は 50mm、ボルトカノーネシリーズの兵器であり、BK5 機関砲と弾薬21発を携行するもので、これを搭載した ME410A や ME410 バイトは、両方とも爆撃機駆逐機専用となった。この BK5 機関砲は、スリー合戦車の主砲、5cmkW K39L60 から派生したものである。この砲を搭載した、 目410は914メートル以上の距離から目標を打つことが可能で、こうした距離では爆撃機の標準的な防御兵装である M2 ブローニング機銃より正確には軽量重心型の50口径案 M2 航空機バージョンは無力化された。しばしば起こった問題は玉詰まりと限られた。 弾薬傾向数であり、さらにまた、大光傾向の五百四十キログラムという、追加重量を機士下部に装着しなければならなかった。これらから、他の対爆撃機使用の m 四百十、特に m g 百五十一、二0を追加装備した機体が、もっと使用しやすく有効な機体となった。偵察専用型である m e 4 1 0 a 三は、追加のカメラと燃料を内蔵するため、 より深められた胴体を装備した。目 410A-3 は1944年、はじめに小数機が任務に従事し、ファーノー・フクラアング・スグラパン機下の三個長距離、偵察中隊が装備した。これらの部隊は1個が西部戦線に、2個が東部戦線に置かれた。目410バイトシリーズは大まかには A シリーズと同一であるものの、 7.92mmMG17 を 13mmMG131 機関銃に換装した。原案では1900馬力のダイムラーベンツ DB603G エンジンが予定されたが1944年初期に開発が中止され、そこで全ての目410バイトが DB603 上もしくは DB603AA を採用した。 DB603G エンジンは最高速度を時速 630km に上げ、巡航速度を時速 595km としたものの、時長もまた再び増えることとなった。このバージョンは A シリーズと同じもので、目 410B-1 及び目 410B-3 は、初期の A-1 や A-3 型と同じ任務に就いた。また A シリーズが使用した。 ウムウルスト・バオゼッツェ工場製乾燥キットによるオプションも同じものを用いた。また、幾種類かの試験型が開発された。ME410B-1W ナン、no. バー425416は機種にリボルバー式の6連装 WGR21 ロケットランチャーを試験的に搭載し、1944年2月3日に発射実験を行ったが、 ロケットのブラストが機種下部パネルを吹き飛ばし、失敗に終わった。イ4 1 0 b 5は、胴体下部にシャックルを追加し、魚雷を検証した。また、機種内部の MG131 を撤去、フグ200方円とビール 550MHz、UHF バンド海上哨戒レーダー用の区画を設けた。爆弾層はこの形式では使用されず、 長距離作戦に備えて、イ 410B-6 は同様に対艦型として作り変えるものだったが、短距離の沿岸防衛任務の海に当てられる予定となっていた。この任務では魚雷を使わず、代わりに B-1 に単純な回収を施し、フグ200レーダーを搭載した。イ 410B-7、B-8 は B-3 偵察系を、 能力向上したもので、少数の試作に止まった。目 410C は1944年初期に構想された高高度型である。2タイプの新しい翼設計があり、翼幅を18.25メートルもしくは20.45メートルに増強するものだった。大型化された主翼は主脚を直に後方へ引き込むことができた。新型の自在エンジン化は、 ダイムラーベンツ DB603JZ、BMW801J 下級エンジン、ユンカースユモ 213E2 段機械式下級エンジンのどれでも搭載可能であり、新しくて非常に幅広な4羽プロペラを回転させることができた。BMW801 星型エンジンは空冷式であり、また DB603 というも213は 艦上ラジエーターを用いたものであるが、これらはすべてが機上に搭載されるクラフトアイエンジンモジュールとして統一された。円滑な搭載と戦場での整備のためであり、このためよくかのラジエーターは撤去されている。エンジンが完成する前に ME410 の計画が停止されたため、生産機は一機も存在しない。m 4 1 0 d は B シリーズの高高度性能を単純に 能力向上させた方で C シリーズと改造程度は同じではない。本機はダイムラーベンツ d b 6 0 3 j z エンジンで飛行するほか、妨害物を減らし操縦士の視界を向上させるために胴体全部を見直した。また本機は戦略物資を節減するため、外翼外半部分を木製部品と交換した。 少数が製造されたが、他の多くの試み同様、第二次世界大戦後期のドイツ航空界における航空機の木製化は、ブッパータールで接着剤を作っていたゴルトシュミットテゴフィルム工場がイギリス空軍の夜間爆撃により喪失したことで大きな打撃を受けた。利用可能な酸性の代替接着剤は、素材を接着するにはあまりに腐食性が強すぎたためで、ある。また、 木製部品は失敗を起こしやすい傾向があった。BF-109G に生産力を集中するため、最後には1944年8月に本機の生産が停止されたが、この時までに1160機が生産されていた。この月の後、緊急戦闘機計画が発動された。ナチスドイツイギリスソビエト連邦目 410W ナンバー42430機。 イギリス空軍博物館のコスフォード館にある収蔵品。2009年目410は2機が現存する。この機体はイギリス空軍博物館が収蔵するものの一つで、コスフォード館において公開展示状態にある。本機は1943年後期にアウクスブルクのメッサーシュミットにより製造された。 第26駆逐航空団が1945年5月にデンマークのベルロスで降伏する以前、本機を使用していた形跡がある。1945年、目410はイギリスへ評価のため6機が引き渡され、本機はこのうちの1機であるが、後には1機のみが保管用に選ばれ、スクラップされるのを免れた。 この機は1986年に修復作業を受け、この後、両エンジンが地上運転に成功した。1989年、機体はコスフォード艦に移され、そこに止められたままとなっている。出展は、ワーグナー、レイおよびヌーオラ、ハインズの書籍による、ジャーマイ・コンバット・プレーンズ、ーコンプリヘンシブ・サーベイヒストリー・オブ・ザ。 デベロップメントオブジャーマンミリタリーアークラフトフロム1914-21945ニューヨークダブルデイ1971ページ261主要書原生の兵装。ありがとうございます